こんにちは、大型のコッコです。今回はこのキャリーケースにステッカーを貼ろうという動画です。今のキャリーケースはこのように無地で何も貼られてない状態です。ウォールステッカーを使ってワッツのオープニングセールの粗品としてもらいました。ずっと100均でこういうのを探してたんですけど、全くちっちゃいシールとかしかなくて、よくこういうの欲しかったのでラッキーでした。それではビデオスタート。粘着力弱そう。なのか。それでは表面こっち貼って、裏面もう1枚使います。このおじさんが多分メインだと思うから、真ん中に貼る、そうね、こういうとこに貼るかな。こういうのって中心から決めてった方がいいのかな。説明にも書いてあったけど、セロハンテープと同等の粘着って書いてあった。全然目立たないね。ちょっととりあえず貼ってみた。うん。あ、これかな？あ、いいじゃん。ここ。なんかどうですか？うん、いいんじゃない？ここら辺いる？いや、そっち。次さ、電車乗るんだよね。そうだよ。難しくない？確かに。こんなにスーツケース持ってきてる？だからこそ被んないってことやから。絶対被んないよ。いや、目立つんじゃない？本当？いや、ほら。うん。いや、いいと思うよ。はい、これです。ドン。はい、まず表面がダンディ、後ろがクリスマス。ダサいキャリーケースができました。間違えられずに済むよね。うん。最後まで見てくださりありがとうございました。